うわぁ、惜しい !95 入った。あのさぁ、バッテリー任せろよナイファーイ、ナイファーイです。何回、俺、いつ肉巻くって言ったえ、やばくない?これ、バッテリー巻くと肉に持ってかれるんだけど、30秒だったし。なんでこんな表記資金?え、なにこれ?肉に切り替わったり、セルに巻き替わったり、マジなんかぶっ飛ばして、この仕様なんだこれマジで、これマジなんだ?とりあえず肉に飛んでくのやめてほしいんだけど。切れそう。切れそう、マジで。なんなんだよ、この謎仕様。え、昔さ、まだセルから、肉からセルに行くのは知ってたのよ。なんだっけ、あれの、ランクやってる時にそれは知ってるんだけど、こーえおい、悪魔おったって、チャンピオン舞台。アジアダメだな、これ。多分これアジアダメだね。これどこ行こうかな。ちょっとこれ多分ね、アジア圏敵が強すぎるわ。ちょっと変えよう。オレゴン、いや、オレゴンは行き過ぎか。どこがいいかな。なるべく、なんかめんどくさくないとこ行きたいよね。おっと強いんじゃない。あ、オッケー。そしたら殺そう。あ、いいね。エネルギー、なにこれ、エネルギーリーダー格闘って何、初めて見たんだけど。ね、オフにしたいんだけど、これ。不内格闘。まあ、これはわかる。エネルギー、なんでエネルギーリーダーって何?ライフラインのあれ棒をエネルギーリーダーとか言うのかな?そう、ライフラのバチがそうなのかな?なんかそれっぽいよな。ワットソンあれエネルギーリーダーっていうの。初めて知ったわ。初めて知ったわ。ネイブンズバイドみたいな。あ、それめっちゃ欲しいわ。ありがとう。ワットソンか。ハボック持ってんで、ね、任せて。ちょっとこいつら殺そう。俺初めて知ったよね。俺初めて知った。相手はいるんですよね。あ、いますね。ライフラー太鼓の殺人なんだ、あれ。あいつら殺そう。おっしー。ナイスー。どこでこれ起こせんの、これ上。ボルト使いがいたな。もらうか。んー、どこだ。いたー。よっ、こいつじゃねえ気がする。こっちか。あ、これか。うんねー。エネアもくれんのマジ感謝しかねえ。確かに。いや、でも考えてみてくれよ。俺みてえなやつが5万、なんかそこら辺にめっちゃありふれてるってやばくない?正直。エルスターシュンシュンみたいな当てかんのやつがいっぱいいるんだよなーって、おかしいんだよな。言っちゃダメなんだよな。うん、やばすぎるしよ。俺みてえな当てかんのやつがすげえいっぱいいるからさー、なんでっていうね。やめたくなる絶対おかしいよね。なんか、俺はさ、まあ、一人だからまだいいとしてさ、なんで俺みてえなやつがそんなたくさんいるんだみたいな感じですよね。やっぱ、アジアサーバーは終わったかもしれんな。マジで、マジで終わったかもしんないね。変な方向にインフレしたな。エルスターシュンシュン量産型がいっぱいいる。そう、だから練習してないから、立ち回りとかも、まあまあまあ、ああ、みたいな感じなんですけど、そいつが繰り出す最強のエイムっていうね。地獄絵図ですね。そう、立ち回りはね、初心者なんですよ。当て感がね、俺なんですよね。怖いね。それ怖いね。まあ、言うてね、俺はね、まだ4試合目、5試合目だからっていうのもありますけど、でもだよね。でも、ちょっと、行かれてるよね。お、エネカクだ。人力ツート VS、人工ツート。
そう、フルパプレを破壊するかもしれないやつがそこら辺でうじゃうじゃいるっていう。しかもレベル48とかね、レベル30とか。サブアカとかならまだ全然ね、よくはねえけどいいよ。全然。だけど、違うんすよ。ガチ初心者なんすよね。おかしいよね。ガチ初心者がなんでって。おい、俺のこと撃ってるからそうなるんだ。15こっち向いてるのに当ててくるから最強だろ。天才かもしれん俺。 IQ 高え、 IQ 高えプレイしちゃったわ。危ない。あ、こいつ頭いいかも。あいつ味方強いよ。壁殴り落とすのも当たりありかもしれないね。エヴァンゲリオン思い浮かんだ。うますんげー。おいおい、やっぱ俺はうめえんだよな。やっぱ敵がおかしいな。やっぱおかしいな。俺やっぱ強えわ。ちゃんと強えわ。お、じゃあ倒せそう。おお、すごい抜いてやったですね。俺を撃つな。俺はこいつを狙ってるんだよ。ハミー強すんげ。こんにちは、こんにちは。あとね、俺一つ分かったことがあります。斧満たすぎて、武器陣しすぎです。一つちょっと今ね、俺分かったことがあります。俺がちょっと弱体化した理由。俺今ちょっとそれやめてみたのよ。めちゃめちゃ俺強いわ。斧が満たすぎて、俺ずっと斧狙ってたんですけど、狙ってたってか、斧構えてたんですけど、あ、痛い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 。戦闘中はそんなに斧構えなくていいっすわ、これ。ちょっとね、せっかくね、ゲットしたんでね、使いたかったんだけど、移動でいいわ、移動で。ちょっとした移動、だから俺、結構な頻度でこれ構えてなんですよ、こうやって。こういう時は構えていいけどね、こういう時は構えていいんだけど、戦闘中は、そんなにやな。エイム悪くなるわ、エイムが悪くなる。ちょっとだから前行きたいなって時は別にね、構えていいんですけど、っていう。で、ちょっとね、いやでもこいつが悪いわ。このスパレジェが悪いわ。かっこいい。これ悪いわ。スパレジェが。ちょっと弱体化した理由はそれっすね。でも。いや、かっこいいんだよな。かっこいいんだよな。かっこよすぎるんよな。そう、かっこよすぎるのが悪いわ。こういう移動の時はやっていいのよ。別にこうやって。こういう時は、全然ね、切り替えても全然いいんですけど、っていう。あ、いや、こっちでいいな。あれ戦いに行っちゃうと、めんどくさそうじゃね。こっち行こう。三つの思いだから多分やり合ったら負けちゃうよ。俺は勝つ。せっかくだから、最近さ、敵が強すぎて勝ってなかったから。まあ多分、やってるんだけど、まあ敵強いってことに。いや、やってるんだけど、やってるわ。そう、やってるんだよ。だから勝てなくて。勝てなかったんだけど、今回勝てそうだから勝ちたい。また待て、また俺言いかけたわ。多分相手、やってないんですけどって言いかけたわ。やってるやってる。あれはやばいです、完全に。
いるよね、これ。死にてえようだな。俺が吹っ飛ばしてるぜ、死ねえ。うわぁ、惜しい !95 入った。惜しい、今の。フォローありがとうございます。上がってこいよ。チュンチュンバルしてやるからよ。ああ、カジュアル楽しい。東京サバのがやばいな、やっぱ。なんか、マジでやべえやつが多いな。ごめんね。死んでくれ。よいしょ、俺ね、結構やばいんで、これ見て、これやばくないから91とか入るんですよ、この位置で。位置感、なんか距離感がやばいんですよね、俺、当て感の。やべえ当て感がおかしいこれはね、そうアンチリコイル疑われるわっていう話なんですけど、レベル6と13おったのこのチーム、怖っ危ねえ早めに処理しといてよかった、ナイスー、ジージーということでね、破壊ということでね、怖っマジ怖いって本当に本当に怖いって敵が秀美様200ビッツありがとうございます。あ、いいね、でもかなりね、なんか俺結構いい感じになってきたわ。でやっぱそのやっぱ相手がやばいってことを理解すれば結構変わってくるわなるほどね、怖い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 さ、あの俺さ、昨日とかはさ、怖いとか言わなくなってたんですよね。あ、多分白かなみたいな。それのせいですげえもやってて、なんか、全然なんかさ、エイムが合わないみたいになっちゃったんですけど、こうやって、いや、絶対こいつ、ほら、もうだって見て、あのレベル13おるぜ。あれやばいだろ。これを言いたかった俺は、昨日。でも、今俺はこれは言えるようになったんで、無敵です。絶対とおかしいもん。なんで俺のランク帯にレベル13がさ、あの堂々とさ、真ん中取ってんねんって話だからな。いや、そうなんですよ。でもね、俺、強すぎなんですよね。来てるわ。いやー、でも今んとこ大丈夫そう。なんかもっとやばいの来たらまた変えてみよう。しょうがねえ。ちょっと東京はもう終わってたわ正直。あの俺ね、4連続で初期スキンに殺されたちょっとやばかったマジで。文句言ってくるやつはチーター疑われるのはむしろ光栄って言ってるから矛盾してたしね。そう、なんで疑うんですかって言われには疑うと、あのなんか疑わない疑わないで、だからそう、俺に対してはいやチーターって言われることぐらい我慢しろみたいなこと言ってくるし、俺が疑うとなんで疑うんですかって言ってくる化け物だから、もう無視無視。俺はもうね、言うよ、絶対おかしい絶対おかしい最強最強でございます。私はメンタルからね来るんでね、無敵になりましたね。これで俺は負けないんですよ。いやーでもハボックマジで極まってきたなー。意味わかんない当たり方するわ。